子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。どうもご無沙汰しておりました。今日は扉、部屋の扉なんですが、簡易的な防音扉と言いますのも、私音楽聴く時間が家帰ってあれこれやってからなんで、9時、10時、そのぐらいから、お酒飲みながらレコードかけるんですが、そのぐらいの時間に大きい音でかけると、当然のことながら苦情が来るんですよ。家族からもうちょっとボリューム下げろと。だけど大きい音で聞きたいじゃないですか。それで調べたんですよ。そしたら壁から漏れてる音よりも、圧倒的にドアから漏れてたんですよね。で、そのドア、もともと5センチぐらい あるドアなんですよね。で、ちょっとドア作るときに、ウレタンフォームとか中に入れてもらってるんですよ。いくらか、防音になるように。それでも、ちょっと追いつかないと。それで、ドアの、外側なんですが、ホームセンターかなんかで売ってるじゃないですか。スポンジゴムのマットみたいなやつ。それ貼ってみたんですよね。あと、その下に、また、ちょっと違う素材のスポンジ系のマット。二重張りですね。二重張りして、さらに縁にも回してですね。こう、強化したところ、なかなか効果あったんですよ。で、その模様、後でやりますけども、簡単なんですよね、作り方が。ホームセンターから、ロールになって売ってるんですが、それ買ってきて、ドアにこう、当てがって、軽くこう、印して、カッティングしていくんですが、接着はホットグルーって言って、これですね。ホットグルーガン。こういうものを後ろに刺して、このトリガーを引くと、これがこう中に入ってって、ニュルッと出てくるんですよ。これで十分でした。失敗したら取れるかなと思って、これだと簡単に取れますよね。これで接着して、余った部分を、カッターかなんかで切ってって、形を合わせていった感じですね。今日はバーボン飲みながらやってました。ね、このバーボン飲むきっかけになったのは、随分昔なんだけど、また最近飲むようになったっていうのが、このカバランソリストバーボンカスク。これ、友達のとこでごちそうになってからファンになりまして、しばらく飲んでたんですよ。で、バーボンカスクでしょ？だからバーボンもいけるんじゃないかなと思って。で、昔飲んでたメーカーズマークとか、あとこれ、オールドグランダット。これちょっと甘めですね。あとジャック・ダニエル。この辺ちょっと最近買ってきて、飲み試してたんですよ。これいいですね。やっぱりメーカーズマーク。このバーボン特有の甘みもありますし、あと、なんていうんですかね。よくセメダイン臭っていう、セメダイン臭ですか。っていう、こう接着剤の溶剤みたいな香り。あれ好きなんですよね。で、そういったケミカルなもの割と好きなんですよ。レッドブルだとか。あと、駄菓子のなんかこう酸味のあるものとか。アメリカのガムとか、飴とか、こう、酸っぱくて甘いみたいなやつ。ああいうちょっとケミカルっぽいものが好きなんで、結構心地いいですね。それでは、その、防音扉、簡易防音扉、どんな感じなのか、ちょっと見ていただきたいと思います。これ私の部屋のドアなんですが、木の板にペンキ塗ったものなんですよね。で、縁は、スポンジの、シール。
シール付きのスポンジを縁に回してます。でこれ閉めた時に隙間なくなる感じにしてるんですよ。これ全部回してます。でこれサイドなんですが、これがヨガマットみたいなマットです。で次に貼ってるのがこれホームセンターで売ってる、スポンジ状のゴムマット、まあ、ヨガマットみたいなやつですね。これもこれ2枚貼りまして、こんな感じですね。でちょっと縁もさらに張ってるっていう感じです。こういった感じになります。これ柔らかいんですよね。柔らかくて引っ込みます。でこれ見ると分かるんですが、階段状になってるんですよね。階段これ接着は、ホットグルー、あのピストルみたいなやつでこうニュルッと出すやつで、あらここちょっと剥がれてるな、くっつけ直さなきゃいけないな。あと戸が当たる部分、ここも一回り、まあ、回してるんですが、エプトシーラーっていうあのテープで貼るタイプのスポンジですね。隙間埋めるためのスポンジテープです。それは、まあ、全周やってますね。全部やってます。もちろんこっち側もやってます。あとレコードアーカイブしたり録音したりするときに、この間違って入ってこないように、これマグネット、こちらもマグネット、これピタッとやっとくと誰も入ってこないということになってます。はい、どうだったでしょうか。まあまあ聞いてますよね。
元がどれくらいなのかちょっと、まあ、皆さんわからないんで、どれだけ聞いてるかっていうのはちょっと、まあ、想像なんですが、まあ、かなり聞きましたよ。まあ、正直な話。以前だと、まあ、自分が満足いくボリュームで聞いてると、まあ、10時過ぎると、コンコンコンってもうちょっとボリューム下げてくれって、まあ、ちょっと迷惑かけてたんですけども、これをやってからは、めったに来ないですね。めったに。1年に3回ぐらいありましたかね。まあその程度です。で、まあその時、まあボリューム2メモリぐらい下げれば、まあ問題なく、まあ皆さんも寝れるようなんで、やってよかったなと思いますね。まあ、あのシートも、2000円ぐらいだったかな。ちょっと値段忘れたんですが、そんな高いものじゃありませんから。まあ、内側は、白いままで扉残しておきたいんで、内側は貼ってないんですよ。まあ、マットが黒っぽい感じなんでね。で、部屋の内側は白い感じにしておきたいんで、内側はやってない感じです。やっぱりメーカーズマークうまいですね。うん。ジャック・ダニエルも、まあ買ってきたんだけども、まあやっぱこれがいいかな。まあこれも悪くないんだが、うん、やっぱこれがいいと思います。また面白い実験とか工夫があったら動画にしますんで、よろしくお願いします。それではまた後ほど。さようなら。